マワタとは、絹の一種で、蚕の繭を煮たものを引き伸ばして綿にしたもの。日本においては、室町時代に、木綿の生産が始まる以前は、綿という単語はすなわちマワタのことを指していた。眉キ木糸にするのに相応な質に至らない品質の、眉を石鹸、アク、ソーダなどのアルカリ性の薬品類で精錬した後で、よく水洗いを行い、一つずつ水中で広げながら引き伸ばして、 中の蚕や不純物を取り除き、毛羽と呼ぶ木枠に四角く均一に貼りかけて乾燥させるのが一般的な製法である。これを角回ったと称し、他にも細かい製法の違いによって袋回った、肘掛け回ったと呼ばれているものも存在する。真ゆ白くて光沢があり、柔らかく保温性にも富んでいるため、昔から布団や綿棒し、 防寒着の中に詰め込む素材として利用されてきた。また、良質のものは、紬の原料としても利用された。日本でも古くは、俗日本期からマータに関する記述が見られ、8世紀初め、地方の険しい山から来る民が米俵ではなく軽い、マワタやかさばらない鉄を蝶に変えて欲しいと訴えて、北との報告や、北海軍王への贈り物として、 北海人に渡したことなどが記されている。中世には度重なる戦乱の影響などもあって、キー糸を作る技術が失われ、養産はもっぱら真綿の生産のために行われていた。江戸時代に入ると、本来は、真綿の代替品であった木綿栽培が普及した他木糸生産技術が復興したため真綿の生産は、推備したが、今日でも滋賀県。 福島県、長野県などで機械を利用した生産が行われ、紡ぎや布団などに加工されている。また、近年では中国などからの輸入も盛んである。その他、特殊な用途として、忍者が逃げる、才の偽装術として用いられた。厳密には、縁の下などに入る際、竹竿が何かで蜘蛛の巣を破り、自分は別の方向に逃げ、そこに、真綿の糸を張り、追手を騙す。 縁の下は暗闇であるため、真綿の糸でも蜘蛛の巣に十分偽装できた。ありがとうございます。